積極的に首脳陣と会話もして吸収しようというウォーカーです。そのウォカブリコンビに代わりまして吉川尚輝、副キャプテン、そして岡本和真新キャプテンがバッティングを行っています。チームを引っ張る立場となりました2人がバッティング練習を今行っています。清水さん、この2人もやはりシーズンを通して戦ってきていた選手たちが立場も一つチームの中で確立して副キャプテン、キャプテンとなったこの両選手ですが、また今シーズンへの期待も大きくなりますね。いやもうね、先頭を切って、引っ張っていかなくてはいけない、まあ、選手たちですよね、はい、まあ、ずっと大阪も選手先頭を切ってやってましたけども、まあそこに一緒になるというかね、または、まあ、そこを超えてといいますかね、まあ、世代的にももうこの辺りの選手たちが引っ張っていかないといけないと思いますし、そういう形になっていかないとチーム前へ進んでいかないんですよね。まあ、特に、ね、岡本選手なんかっていうのはもうずっと、まあ、結果を残してきてますしね、年齢は若いんですけども、はい、もう本当にこう先頭を切ってやっていかなくてはいけない立場になってきていると思いますから、まあ、ですから、まあ、今シーズン楽しみですよね。また違った立場でね、いろいろとこう心境の変化もあると思いますしね。チームを引っ張っていく中で4番としても、チームの4番としてもその責任を負っていくという岡本和真、5年連続で30本以上のホームランを放っています。今シーズンの目標は3割40本100打点と掲げていましたが、清水さん、岡本が40本3割この辺りに向けてさらに成績を伸ばすにはこうどういったところがシーズン中から課題としては見えましたか。まあ、昨シーズンというのは、まあ、チーム状態もあまり良くなかったっていうのもあったと思うんですけども、はい、力みもあったと思うんですよね。まあ、なので、まあ、そういったところでね、自分本来の形を崩してしまった部分もあったと思いますから、はい、まあ、なのでそういう状態になるとどうなるかというと、やっぱり状態が強くなってしまったりだとか、状態を振ってしまったりだとかということがどうしても起きてくるんですよね。でもそこで悪循環があったのかなと思うんですけど、まあ、ただ、ね、今日4日目ですよね、はい、こうキャンプでの岡本選手のフリーバッティング見させてもらうと、まあ、軽くではないんですけど、すごい強さはあるんですけども、あまりこう余計な力感というのは感じないんですよね。すごくバランスよく、バランスを意識してといいますかね、丁寧に打ってるんですけど、そこに強さもあるというようなね、まあ、状態すごくいいと思いますね。そうですか。しっかりとね、特に右足ですよね、右足を使えているように見えるので、昨年はどうしてもバッター寄りに、ピッチャー寄りに寄ってってしまってたところがあったように見えたので、はい、バッターっていうのはそういう状態になってしまうと、軸の方の足が使いたくても使える体勢になってないんですよね、前に行ってしまうということは、はい、今はある程度こう打ちに行ってるんですけども、右足を使える、しっかり使えるような体勢の中でトップが作れているように見えますから、すごくこう体の回転力もあると言いますかね、そのあたりのスピードも感じるんですよね。ああ、そうですか。まあ、すごくこういい形でキャンプ入ってきたのかなと、まあ、楽しみですよね今シーズン。右足を使うというのは具体的に言いますと、その踏み込んだ時
に、まあ、左足に体重がかかりすぎないというのもそうですけども、こう地面の反発をうまく使えているだとか、そういったことにつながる。やはりこう地面を踏める体勢にあるっていうことですよね。なるほど。やっぱりあまりにも頭が左足の方についていってしまうと、はい、右足が地面のに乗っかってるだけになってしまいますから、やっぱ地面を蹴るというのはある程度体重が乗ってないと地面を蹴るっていう作業にはならないので、まあ、昨年はね、先ほどお話しさせていただいたように、まあ、力みもあったと思うんですけど、はい、若干こう左足の方にポンといってしまって、はい、まあ、強く右足を蹴れる状態にはそういった体勢を作れてなかったんじゃないかなという印象はあるんですけども、ね、ですから、まあ、今シーズンここまで見てると足を上げて左足を下ろすのはすごくおとなしいように見えるんですよね。なるほど。でおとなしくできるっていうのは右足にしっかり乗せた状態で左足を使っているのでおとなしく落とせるわけで、右足が頑張ってなかったらどうしても左足っていうのはバタンと落ちますから、ですからそのあたりの、体をコントロールするといいますかね、バランスを保ちながら、はい、まあ、しっかりねこう右足を使える体勢を作ってるのかなと。なのでスタンスもそんな広がってないような感じするんですよ ね。 そうですね。あんまりどうしても良くない時っていうのはまあ、左肩と左足が一緒にピッチャーの方に出てってしまうので、はい、どうしても、ね、打ち行く時の体勢でスタンスが左足の踏み出しが、ね、広くなってしまうっていう傾向あるんですけど、はい、まあ、その左足の踏み出しなんかもなんかこうそこまで広くなく抑えられているような気もするんで、まあ、バランスは非常にいいんじゃないかな、まあ、本人がどういう手応えを感じるか分からないですけど、はい、見た感じはそれは思いますね。センター方向に、まあ、今も行きましたけど、スリーだけ出てますから ね。 ね、バックスクリーン横に入っていきました。やっぱりこう右足が、はい、使える体勢じゃなくて左足がバタンっていってしまうとバットって絶対に内側から出なくて外から入るんですよね、はい、で外から入るっていうことはセンター方向に強い打球が物理的に絶対行かないの で、はい、ですから今の打球なんかを見ててもね、まあ、非常にバランスよく、まあ、いいバットの出し方ができているのかなと思いますね。清水さんもおっしゃられてたように、力感がないように見えているんだけども打球はものすごく飛んでいるというのがありますね。しっかりバットを振れているっていうことですよね、はい、良くない時っていうのは力みばっかりいくのでバットではなく体を振ってしまうんですね。ただこう今の、岡本選手見てるとまあ、すごくね、体というよりもバットを、しっかり扱ってバットのヘッドをうまく走らせているなというのはね、まあ、感じますよね、まあ、本来であればそういうことを簡単にやってきたバッターですから、じゃないとね、はい、その5年も連続で30本打てないですから、はい、非常に期待感の高まる新キャプテンの岡本和真、今シーズンの目標3割40本100打点という目標を掲げています。今は言うことなしと言ってもいいくらいですか、まあね、まだまだ、ね、潰していかなきゃいけないところというのはあるとは思うんですけど、はい、まあ、ここまでは順調にある程度こう自分のイメージしてたものに近いところで、ね、こなせているのではないのかなと思いますね。いやもう本当に早く実戦での打席も見たい、そう思わせるようなフリーバッティングでした。